日課という歌で、中桐正雄というその詩に、ピート・シーガーが歌ってたサークスという曲をこうくっつけたんですよね。だ結構前もね、今日ということで、私たちが作詞も作曲も一緒ね、人の曲を持ってきて、人の詩を持ってきてくっつけただけで、だから面白いね、この内容がね、皆さんにちょっと身につまされる、あの人生あと何年かなということで、ね、それを考えさせられる歌で、それはしみりますね。あと3年しかいられなかったらどうするとかね、3日しかいられなかったらどうするんやとか、3時間に迫ってたらどないするんやっていうことでね、私もこの歌を初めて練習した時はびっくりしました。皆さんもびっくりして帰ってください。サークルズ日課という歌ですね。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.